どうも影やんです今日はですね、えー、ストレスを減らすためにやりたいと思ってやるということについてお話ししたいと思います。えー、何かにねこう取り組む時ですね取り組む時にですね、えー、それをやりたいと思ってやるのかそれともですね、えー、仕方なくやるとかいやいややるとかねやらないといけないからやる。 そういう気持ちがあると思うんですけどもそのなるべくねそれをやりたいと思ってこうやる方がですね、えー、やっぱストレスっていうのはかかりにくいというか、あのー、少なくなるんじゃないかなというふうに思います。でこのやりたいと思ってやるっていうのはですね、えー、表面的にね「僕はやりたいと思ってやってます」って言ってやってるんじゃなくてですね、えー、心の中からというか、えー、本当の気持ち 本音というかねなるべく本音に近づけた状態でやりたいと思ってやるっていうことですね。それはたまにはねこめんどくさいなと思うこともあるかもしれないんですけども基本的にやりたいと思ってやるというふうに、えー、こうすることがストレスを減らす。でストレスを減らす方がやっぱりその生きやすいというかあのー、やっぱりこう体も緩んだりね、えー、いいですからね。その やっぱりそのストレスがかかるいうのは交感神経にぐっと入る入ってしまうえそちらが優位になっちゃう状態になるんでね体にとってもあまり良くない状態になるかなと思うんでえなるべくストレスを減らすようにした方がいいと思います。でえやりたいと思ってやるためにはねどうすればいいかというとそのやる目的をね 目的とかいう目的を、えー、の抽象度を上げるというところですね、えー。より具体的にやろうとするんではなくてですね、抽、え、象、ー、的な気持ちで気持ちが目的でやるということですね。えー、例えばね、えー、主婦の方がね、えー、料理を作ると。で、料理を作るときに、えー、そうですね、カレーを作る。 だからカレージャガイモを切るっていうふうにいうような作業をするっていうんやったらこう邪魔くさかったり、こう面倒くさいなもう嫌やなと誰かやってくれへんかなと思ってやったりするでこう行動するとちょっとストレスがかかってますよね。そうじゃなくてですねあのー、この料理を作ることによってですね、えー、家族が喜ぶ。 家この食事によってね家族が喜んでそれで健康になっていく、えー、そのためにやるとかいう風なことをこう自分の中に腑に落ちるようにこう落とし込むんですねそうすることによってですねそのやる気持ちがね、えー、変わるかなというふうに思います例えば仕事でもそうですよねただ単にその作業をするっていう感じでするとこうストレスがかかった状態でやる 場合があると思うんですけどもそこを例えば家族,の家族を幸せにするためにやるとか、えー、お客様を喜ばすためにやるプラス自分がこれを、えー、面白いと思ってやるとかねその こ,れのこういうところがいいからやるとかそのちょっとその抽象度を上げてくるんですね具体から抽象にこう変えていくというかそういうふうにしていくことによってねそういう意識をすることによってですねあのかなりそのやる気持ちが変わるという。 ことになります、ね、これがね最初はまあ表面上のことになってるかもしれないんですけどもこう抽象度を上げて上げてこうね、えー、考えるというか目的をそっち側へ持っていくような癖をつけていくとですねだんだん抽象度が上がってそのやる時のそのパワーというかねパフォーマンスの高さが変わってくるかなというふうに僕は思いますですね ということでですねストレスを減らすためにですねやりたいと思ってやるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます